男子の 800m の決勝です。日本の塩田選手が2コースに出場します。1コースはタイのチェレン、2コースゼッケン131番は日本の塩田徹、順天堂大学の出身。3コースは中国の劉輝です。4コースは韓国のキム・ボクジュ、前回のアジア大会では2位でした。5コースも韓国リュー・テギュン、 1500m の2位の選手。中距離の強いクウェートからはアル・ソワイリン・ナジェム。7コースは同じくクウェートのアル・シミリ・カハレッド。8コース緑のユニフォームはバングラディシュです。ミルザー・ミルザー・ホセインです。予選では韓国の2人が1分51秒台の後半を出しています。5コースのユー・テギュンが1分51秒94、そして韓国の同じく150番のキム・ボクジュが 1分51秒84、日本の塩田徹は1分52秒15でした。スタート男子の 800m、 塩田、龍輝、キム、ユとほとんど力は同じようだと思うんですが ね、 そうですね。しかし、韓国の選手がですね、もうちょっと波に乗ってますので、あるいはひょっとしたらですね、この金メダルを狙う、そういう位置に来るかもしれません、そしてこの種目はクウェートの選手も強いんですよね、伝統的にね。まもなく200にかかりますが、クウェートの上下紺のおそらくナジェム選手だと思いますが先頭に立ちました。続いてバングラディッシュのミルザー・ミルザー・ホセイン続いています。大きな集団になりまして200通過しました。第3コーナーのカーブを曲がります。これから直線に入ってきます。バングラディッシュ、ミルザー・ミルザー・ホセインの先頭、外からタイの選手が来ました。チェレン、チェレン、黒いユニフォームがぐーんと上がってきました。ホームストレートに勝ってくるところ、今度は中国が上がってきます。龍輝、ユニフォームの横に赤いラインが入っていますのは中国。400通過しました。56秒37、ちょっと遅いですね、50秒台の試合になりました、さあこれでどこから誰が仕掛けてくるか。韓国のユテギュンは長身の選手、1メートル83センチの選手は韓国です。先頭はタイが引っ張っていますが、まだまだこれから。バックストレートにかかりました。韓国出ました、韓国出ました。そして一番外からユが行きます。現在は先頭がキム、韓国のキム、続いてユが行きました、ユテギュンが行きました。中国は現在3位、日本遅れました。日本一番後ろの方に遅れている。第3コーナーのカーブを回った。キム先頭、キム先頭、大柄なユテキジンが追ってくる。韓国の争いになりました。韓国の争い、直線に入った、直線に入った。あと 80m、 キムが逃げる、キム逃げます、キム逃げる。ユテキジン追っていく。韓国1位2位だ。日本ぐーっと遅れている。あと 10m、 金牧寺引き離した。 5m、 金牧寺1着でゴールイン。続いてユテキジンが入りました。第3位にクウェート、勝ちましたのは韓国のキム・ボクジュ、前回のアジア大会は2位でした。雪辱を果たしまして見事に優勝を飾りました韓国のキム・ボクジュ。これで韓国の金メダルは5つになりました。最後の1周はもう終始韓国勢の争い、そうですね、1周目が56、まあ、比較的遅いペースで始まって、でそれで54秒ですか、53秒で回ってきたわけですけども、まあ、これでちょっと塩田君がですね、ついていけなかったっていうのはちょっと寂しいですね。そうですね、はい、結局塩田は6、7位ぐらいでしょうかね。そうですね、ゼッケン150番をつけています韓国のキム・ボクジュ、前回のアジア大会が2位、一昨年と昨年は国内陸上で2年連続して優勝を飾った選手です。見事に韓国に5つ目の金メダルをもたらしました。韓国はこれで800